ルビー、ルビー、もう泣かなくていい。お前は一人じゃない。私がいるよ、ずっと。気がついた？ルビさん。ここは？はい、これ、ルビさんの分。安心して、みんなの分はあるから。こんなもので私を手なずけようとしたって。そんなんじゃないよ。話を聞きたいだけなんだ。話？そう。あの丘のこと。何？あの丘がずっと昔から魔女の住む家で、私たちは何の争い事もなく穏やかに暮らしていただけなのに、そこへ勝手に入り込んできて、必要のない破壊に開発という身勝手な理由をつけて、荒らしまくって、壊しまくって、踏み散らしまくってる残虐な人間どもの話、今さら聞いてどうするの？ルビさん、ゆかりちゃん、あなたは分かってくれるわよね。私たちが自分の居場所を、魔女の丘を守るためには、人間たちを滅ぼすしかないの。それはこの世から一人残らずね。でもあの丘を奪おうとする者はみんな殺しちゃっていいの？殺すのは人間だけよ。人間と怪しい命の重さに違いがあるのか。人間を殺して何が悪いの？殺したっていいじゃない！愚かな人間たちなんて。何か他に方法はないのかな？争わなくて済むような。無駄よ、今さら何をしても無駄だわ。親方様が人間に罰を与える。親方様って？罰だなんて、ずいぶん偉そうな言い方じゃない。自分の目的のためなら他人を傷つけていいなんて。そうそう、そっちこそ勝手だろ。それって人間と同じでしょ？ちょっとそれは。ねえ、それが魔女のやり方なの？魔女って怖いんだな。魔女は怖くないです。はい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 、魔女っ子は怖くありません。うわ、また！うるさいわね！
あの丘を奪われたらもう私の行く場所はないわよ。なんだ、それならルビさんも妖怪学園に来なよ。そうや、住み慣れた土地を離れるのは寂しいかもしれないけど、学校生活も結構楽しいわよ。一緒に勉強しよう。ねえ、そうしたら新聞部に入ってもらおうよ。モカさんナイスです。魔女が二人になるの？ナイスです。まあ二人とも頭冷やしてやろうか。頭だけじゃなくて全部凍っちゃうでしょ。心吹き抜け包み込んだのは優しさとその笑顔で強く咲いたひまわりの花、折れない夢を抱いて、あなたのこと待ってる。星が瞬くたびに涙が出た一人の夜は。でも私今さら生き方変えられっこない。いなくなった？ルビさん、ルビさん、ゆかりちゃん、何？ルビさん、それ以上この丘には入らせない。誰であっても。待って、他に方法があるはずよ。そうです、ルビさん、一緒に考えましょうです。うるさいな。宇宙ひまわり畑の下で植物のあやしが培養されてたんだ。ちゅこいつらは親方様が生んだ魔女の丘を守る忠実なる兵士さ。下がってて、つくね。一人で何生きがってんのよ。クルムちゃん、スクネに手を出す奴は許さない。白雪さん、俺だって安心してください。ですスクネには指一本触れさせない。祭りにあげてくれるわ。ルビさん、もうやめてくださいです。よくも、くそ、いくら相手が妖怪って言ってもこの耳にモカさんの悲鳴が聞こえているのに、でも足も治らないなんて。モカさん、教えてくれ。今の俺にできる、人間の俺にもできることを。
相変わらず無茶をする。だがおかげで助かった。ボカだ。和解の血を。今回の決着わずか1秒で。あれ。ルビさん。もうやめてください。です。私は魔女の丘を守る。それが私の。そして親方様の望み。何が。何が。さっきよりも大きいです。あ。すくねさん。お願いです。すくねさんを離してください。ルビさん。これが親方様の願い。これが親方様の思い。親方様って一体今こと。